It's been way too long. Your call has been forwarded to a...昨日ちょうどペオシルバさんが起きてきて、うん、その時に進路の話とかを聞いたんですけど、既存ギャングの門を叩いてみようっていう話でした。ああ、なるほどね。はい、一つ、こう、目指したい場所があって、うん、そこに挑戦したいってはっきり言ってたんで、進路としてはそんな感じです。ギャング志望としてはそこか。はい、ただ、その、アカデミー解散とかの話も伝えたんで、うん、僕が立てるギャングの話とかもその元痕跡の人多く声かけてたのもあって、うん、話したんで、その選択肢として持っておきますみたいな。なるほどね。はい、なんでまずは挑戦するみたいです。いいじゃない、バシッと決まってました。さすがだなと思って。まあやっぱアンダーボスやってた人とかになると割とみんなね、ですね、寝るか。早寝早起きは3本の徳って言うからな。ああ悪さしてる。あ、ナシモさん、お久しぶりです。いけないんだ。あ、ナシモさん、お久しぶりです。あ、お久しぶりです、お久しぶりです。どうもどうも。いけないんだ、人質なんか連れていや、これは人質じゃないです。あ、違うんだ。これデコイです。あ、デコイなんだ、はい、火曜日に新武器入るんでよろしくお願いします。あ、ありがとうございます。よし、終わろうかな、今日はね。ああ、よかったよかった。ああ、ズズのせいで、下ネタごめんになっちゃった。クリア。こんにちは。おはよう。こんにちは。おはようございます。今ね、おいでるぎ来たよ。あ、本当ですか。おはようございます。あ、おはようございます。何してるんですか。あ、見つけちゃいけないもの見つけちゃった気がするから、気を消そうか。こんにちは。こんにちは。人手が足りないな、ちょっと一旦。見つけちゃいけないもの。なえ、かなえくん。あれ、なんか今、あ、間違えたんだ。あ、うん、こんにちは。かなえくん、さあ、はい、お願いだけど、犬猫くん今日体験2日目で、で、今、はい、一番目線、今、リグ起きてるじゃないか。はいはいはい。犬猫くん、面倒を見て。はい、ああ、わかりました。僕もあんまり詳しくないけど、大丈夫ですかね。大丈夫だ。連れてって、わかりました、わかりました。なんとかしてくれ。ちょっと待ってね。はい。武器、非常に武器変えたくて。敷見繕ってもらえれば。ああ、大丈夫ですよ。え、いつからの子ですか。警察始めたの3日前ぐらいですね。今体験？そうですね、体験で。了解。武器とかアイテム1個もらってないんで、あ、それだけ見つけた。受かったんだよね。あ、受かってないですよ、体験ですもん。体験か。あいつふざけやがってな。この僕の持ってたものをあげよう。このまま。あ、了解です。これがアスファルトと。はい。あ、おはよう。今ね、おはようございます。今なんか、木本さんに体験の子を。見てほしいって言われて、この体験のこの見方もわかんないんですけど。ねんねん、送った人いる？いや、対応してないです、こっちは。逃げたわ。到着します。どっかいるかも。ちょっとごめん、俺さ、詐欺罪つけに行くから、プリズン。ちょっと。逃げたって何？え、本書ない？あと、アーマーとかもらってもいいですか？アーマーもらってない。オッケー、ちょっと待ってね。アーマーと。オッケー。アーマーちょっと。アーマー僕のは渡すわ。弾と回復もいただけるんですけど。弾と回復ね。あ、弾と回復。はい。じゃあ、弾は足りないな、これじゃ。回復、アイファクト、手錠と、テーザーと。そんなにもらってないのか。はい。全然もらってないです。ちょっと待ってね。はい。警察、受かって8日目とかなんだよね。あ、そうなんですね。体験含めとか、警察になって4日とかなんだよ、まだ。あ、じゃあ、あれですか、上司さんに押し付けられてるみたいな。おーい！なんか、聞こえるな。行くか。
逃げてる個人以下、はい、いや逃げてないです、ずっとずっと牢屋の前にいますよ。え、嘘でしょ。請求まだっすね。今ちゃんと言っといてくれてよかった。ヘリに積まれた、ごめん。プリズン内で銃セット起きた。ちょっと待って、もうボイラさん、おそらくだよ。応酬もされてなければよし、切符も切られてない。コウ君、応酬、応酬しといて。あ、了解です。うん、もう応酬しますね。ボイラテンガリ何してんだよ、本当に。二人でついていこう、この人に。はい、了解です。うん、違う違う、君体験じゃないし、カナエ君は。でも4日かなえ君はもう、よくそんなわけないだろ。受かって4日。まあまあまあ、まあ、そうか。キャップ、ダイオ探してください、ダイオ。もう、ボイラし、もうすごいじゃん。ダイオ殺してもいいよ、ほんと。恨みが個人への。てくれたんで。体験1日目のハガカエルと申します。カエルさん。ハガカエル。ああ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとボイラ見つかったんだよ。こちら大先輩です。あ、僕あそうだ、伊藤ペインと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カナエです。踏みつきカナエ、よろしくお願いします。本当の車がめっちゃ来てる。本人は切られたって言ってます。これだからコウ君はいろいろ連れてってもいいからね。了解です。みんなで、まあ、そこはコミュニケーション取りながら誰が見るかっていう。ちなみに僕も一応警察になってから4日目。了解です。あ、オッケー。あ、やめてもらいます。そっかそっか。え、マスクなんか違くないですか先輩。え、やめた。いやいや、かなえくんが来た時にだけやろうかなと思ってて。え、ペイントのマスク違いますよ、いつもと。え、同じと思うけど。ねえ、着替えてくる。確かに。わかんない。なんかね。やっぱりね、表情の違い。レカシーできる人がね、違いさはわかるんだよね。あー、髪型。僕たちはできない人かも。女性の髪型に気づくみたいな。絶対気づかないよ。わかんないや。でも、変わったことある？気づかないわけないよ、あのマスク。え、そんな違いました？そんなに？僕だってこれ、はいはいはい、それの真似してというか勧められてつけてるから。あ、本当だ、はいはいはい、ちょっとなんかいいですね。これつけた方がいいよって言われたんですよ、無理やり。はいはい、はい、無理やりに黒い仮面をつけろって言われたってかなえくんが言ってた、もしかして。はいはい、全然違うから。どっちがこれ嘘ついてるんですか。どっちが嘘ついた。全然裁判やったら本当に俺が勝っちゃうやつ。いや、いいですよ、裁判起こしても。じゃあでも起こさないんでしょ。だって自分が負けるから。いやいや、だからそれ脅迫罪ですよ。脅迫罪。それで裁判起こさなかったら脅迫になりますよ。いいんですか。いや、でも詐欺罪。あ、もう俺がつけろって言った。ちょっとフェイントの見損ないますよ、あなたのこと。俺ががっかりしましたよ。カナエ君と仲良くなりたくて。はい、まあ、その意味でもなんかその同じなんだろう、仮面とかつけたら親睦頑張るかなと思って。そうなんですよ、はい、照れちゃったんだな。ごめんね、なんかかなえくん。全然外していいよ。インヘラムーブ。あ、ほんとっすか。外れてきた。いや、ほんとっすか。うん、いや、全然いいんだけどね、まあ。きたー、メヘラきた。一緒の仮面つけて仲良くなりたかったなと思って。なんか食ってる。え、全然つけましょうよ。なんかつけろよ。はい。そうだよな。食べるためだけに外したのかもしれない。食べるためにカメ外してる。律儀ですね。律儀だな、ちゃんと。ちょっと今話題のそれパワハラですよ、それは。あ、これパワハラ。そうですよ、無理やりね、こう先輩特権を使って、うん、でもこれパワハラっていうの一番怖いよね。仲良くなりたかっただけなんだけど、僕。それなんか何も言えなくなっちゃう。セクハラした上司の言い訳じゃない。そうなんですよ、ね、スキンシップしたかっただけなんだ。やだ。もしかしてやったことある。僕もやろうかな、バロランス。いや、俺社会人経験ないから。え、この静まり返る感じ。早くないですか。社会経験ですね。ごめんね、社会経験なくて。わかんないよ、僕らだってどうやって触れたらいいか。そうだよ、ね、社会は難しいですよ。え、社会経験ある人。私、陰陽師やってました。ない。え、いるの。マジで。嘘つくな。いや、レーメンはなんかそんな感じでもするわ。なんか、あるよね。その、どんなにふざけてても絶対社会経験あるんだろうなって人いるよね。そう、いる。滲み出る。いるよね、そういう人って。滲むんだよな、本当にそういう人って。やっぱり、俺から滲んでこんか。うん。そんなこと。え、でもやったことありそうだけど。え、なんて、日常？いや、違う、マインクラフトってやってるの見たときはないか。違う、日常でマインクラフトやってるだけってしかいない。車は12年間マインクラフトやってるだけだもん。あ、じゃあそれで日常だ。日常ですよ。もう日常ではあるね。人生ではある。うん、人生ではあるね。そう。
そうなんだよ。人生であり日常、ね、みんなでエンドラ行こうぜ、エンドラ。12年間もやってるとハードコアなんてもうお茶の子さいさい、ね、あ、俺1回しかない。あれ1回あの俺あのリアクションで12年間やってきたから。なるほどね。プレイじゃなくてリアクションでやってきたってこと。やられる側、まあサンドバッグとして12年間やってきたから。知識はあるっすもんね。知識ないマジで。え12年間12年間やってても全然知識ないよ。12年間やって知識をこう学ぼうみたいなタイミング一回もなかったんですか。そんな逆に学ばないで初々しいリアクションできた方がいいかなと思って。あ、逆にあ純粋だから12時間、じゃあ警察全員集めてやりましょうよ。一人でも死、一、ね、人でも死んだら全員やり直し。それ以前に険悪なムードになるんだけど、相当地獄でしたね。そうだって俺知ってるよ。なんか警官2チームぐらいに分かれて、ここに入るして今までやってたっぽいけど、相当時間かかってたっぽい。ボイチャ混雑しそう。あ、なんかかっこいい帽子つけてますね。お、久々だな君。ね、久しぶりです。金くん、はいはい。君渡したいものがある。渡したいもの？あ。ツルツル。ん？ん？なんか言ったか？言ってないですよ。何ですか渡したいものって。ああ。ああ、ちょっとな。うん。ちょっと俺の自宅。なんか、あれ？あれですよね。おしっこ飲んでるんでしたっけ？自宅で。かなえくん？あ、いや、なんでもないです。なんか聞いた、そんなことはないぞ。あ、なんだ。そんな噂聞いて。いや、誰だそんなこと言ってたの。誰だったかな。ちょっと待っててくれ、はい、すぐ戻る。待つタイプなんだ。入れてくれるタイプじゃないんだ。かなえくん、それはもう嘘だぞ。わかりました。信用しなくていい。わかりました。まあ、嘘だろうなと思う。なんか飲み、飲むわけないだろ俺が。そんなバカバカしい。そうですよね、そうですよ、ね、おしっこを飲む。あ、そんな気違いだろ。やめてくださいね。これ、はい、あ、刀。君は青い刀が欲しいって言ってたろ。あ、警察が受かったらって話。そういえばそんな話を。あ、君は警察受かってからな。渡せてなくて。うわあ、刀だ。僕の彼女に作ってもらったんだ。正義の青だ。おい、聞いてくれよ。なんですか。あの後彼女したらバイク、多分モズが俺のバイク爆発させてた。でもタクシーで帰ってきた。まあとりあえず1分ミュートするねって言って衛星ミュートさせてた。わあ。今の俺に冗談は通用しない。モズを見つけたら一人残らず死刑台に叩き込む、はい、あれ使います。ハンマーでもう突入します。アジト、ああ、もうバットでタコ殴りするよ。銃とかじゃ感触わかんないから感触を知りたい。六方であれだな、報告だな。おお、水木君、おはよう。おはようございます。ああ、モズを見つけたら殺しなさい。何があったんですか。まあ、なんだろう、こう、このこみかみの部分が4個くらいプッツンしちゃったかな。だいぶ怒る。だって、キャップ来てるなと思ったもん、話してる時に。まあ、でも、ギャングとしては正解だ、100点だよ。で、ずっと言ってたら、ずっと一人で事してたら、歩いた先には爆破されたバイクがありました。ああ、それで来た、もう。え、足あったんすか。足ないから、だからタクシーで帰ってきたんだよ。やば。ああ、困っちゃうよね。キャップには何してもいいと思われてますよ、それ。うん、舐められてる。うん、だから舐められてるって分かったから、うん、まあこっちもそれ相応のね、ええ、うん、もう報告書いてるんで今僕。まあ100点だ。いやー、ちょっと女の子と遊んでくるわ。お前闇落ちたか。何があったか仮面だけ伝えると、カナエ君に、うん、モズ3名、ダヨダヨ、いいね、俺も仮面あるよ。どんな仮面持ってます、ね、待ってね、ゼラチンおでん、ほら、うん、この3名が、ね、牢屋太陽の際に笑われちゃった。黒くない、ね、かわいい。これしかないのよ。ちょっと海月くんいいか。はいはいはい、何ですか。はい、あ、いじめられたよ。あ、よし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 、あー怖かったね。このバイクが怖かったね。ボイラさんのこと舐めてんすよ。まあ、あと俺のことも舐めてんじゃない。あー、多分そう。そういうことだよね。でも俺のことをでもパインって呼んでくるけどな。それ以外何もしてこないの。そのダイオとかは良かったんですけど、そのあなたがそのロヤ対応せず逃がしてしまったと思われるその二人。ネネだけじゃない。ネネじゃなくてシゴロカクもです。シゴロカクもいたんだ。はい、もう松葉外れて銃も撃てる状態だったんで、
じゃあ俺ね、起こしていいって言ってないし、まず、うん、まずね、何人いるかもうめっちゃぐちゃぐちゃだったから、その辺で切符の、してな、切ってな、切ってだから一人ずつ押収して、牢屋の中にいる人起こしてくださいっていう感じでやった方がいいですよ。切符切って押収したやつだけ牢屋に入れるっていう。それやってます。そう、なんも、だからね、うん、確認も取られなかったし、俺その場に多分確認できてないんだよね、そのネネしか。しごろ角とか知らないし。あ、後から来たんすか。いや、わかんない。俺ね、もうマジでね、対応してて、本当にね、わかんねえんだよ、俺も。無理だよ。そんなぐちゃぐちゃの状態で、大変だったよね。うん。そんなさ、切符切られてないとか切ったとかさ、そんなわかんねえよ、もう。わかんないもんね。あ、わかんねえよ、もう。そうなんだ。これ頼みます、これ頼みますって続々来られてもさ。そうだよね。いや、でも最大限対応してくれてありがとうございます。あ、ね、本当にもう。でも、あの、言ってくれたおかげで、ちゃんとあの、ヌネさんとその四五六角は、捕まえれたんで、ありがとう。対応もできた。そう、もう、とりあえず、その、切られてないのに、切られたって言ったやつらは、絶対に成敗必要だと思ったから。うん、いや、でも、ちゃんとあの、向こうの、その四五六角とヌネは、自分で自己申告してくれたんで。ありがとう。はい。で、大変ですよね。さあ、もう、ほんまにええ感じせえよ、マジで。大変だったっすよね。いや、マジ大変だよ、もうふざけんなよ、もう、でも、もう絶対もうね、信用しない方がいいよ、本当に。何がモズね。うん、あ、もう、めっちゃ拘束していいよ、牢屋内で、ちゃんと確認取れるまで。うん、だから、しっかり終わるまではいいですよ、本当拘束して。いや、でもさ、配慮あるじゃん、その切符切られたって聞いてさ、うん、はい、切られたって言ったらもう信用してるじゃん、それ。はい。だからもう信用できないから、確実にあの現地取れるまでは、もう本人の口で切られたっつっても、切った人が出てくるまでは、うん、もう、あの、待ってもらう。うん、そうだね。牢屋に来てから5年だよって話ですよね。そういうことだよ。あ、来た。おーおい、乗って。僕にいい考えがあります。来た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 。僕もね、なんだよかなくん、はい、ただ暇してたわけじゃなかったんですよ、この。なるほどね。最近をね、寝てた、寝てる時も、寝てる間ね、他の町で亀様になる夢を見たんです。他の町で神様になる夢を見た。いや、もう神様って意外と孤独というか、意外と暇で、うん、暇な時間にずっとアーティファクトのをバイクで行く練習をしてました、私は。そういうことか、神様って。でまあ、まあ夢の中の話なんですけどね。夢の中の話でね、神様信じてください、ビリーブ。いや、もう信じてるよ。神だった時があったんだ。そうです。で、この作戦を行うにはまず橋の上を通んなきゃいけないんですけど。びっくりした。さっきアブレラでしょ。オッケー。こっち来れます。何しに来たんでしょうね。俺のことブレード切るし、殺しに行ってるんでしょ。 あれ殺しに行こうとしてたんだ。いや、今どう見たって殺しに行こうとしてたじゃん。じゃあ行きますか。左回りしよう、今度。はい、そういうことね。ここで人生一度きり。ああ、人生一度きりだもんな。よし、横にしよう。挑戦してなんぼなんだよな。タイヤをこう回して、うん、で、行ってこう行くと、あ、天才なんだ。57っています、ここ中。あ、言えない。船付き上いない。よし、じゃあもう一個次、まあ、行きます。これ新技行きます。あれ、ダウンタイヤ運んでいいか。そうです、57の倉庫でかな。いる、それぞれあのボコってなってるところの下。いるすか。あ、カナイくん一人ダウンタイ抱えたんですけど、誰か運べないかね。 OK、 策定機関量いませんでした。セーフ。え、生きてんのやばない。なんでなんで生きてんの。57のね、メイン寄りの方に行こうかな。一応46います。個人死ぬほど来てるんで撃ったって大丈夫です。了解。警察来てるぞ、警察来てるぞ、警察来てるぞ。バカード持ってってるかも。これさ、ユンどこにいる、犯人。ああ、左、僕の位置の左の車の中にいますね。車の、あ、見えた。グレードクマいますね。ただメイン倉庫っていますか。一人やったな。ダウン、ダウン、一人やった、一人やった、メイン倉庫中、メイン倉庫中、メイン倉庫中。ブロッコリー君は後でいいか。まあ、ブロッコリー君は後でも。そうっすね。おかしいですよ。そう、上官の人から起こしていかないと。あ、ありがとうございます。ちなみに僕ランク1。あれ上官ではないんですよ、ちなみに。上官じゃないんですよ。一応警察で言うならまだ5日目。あれあれあれ。矛盾ですか、一部の。あれブロッコリー君何日目？
5日目あれちょっとまずいか。おかしいですよ。僕が一応先輩ではあるのかな、ね、でも最近だよね、多分ね、まあ、そうですね起こしてもらえないの。あ、そうかそうか。耐えろうとしないでもらっていいかな。はい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 。ちょっと待って、あ、でももう一人、もう一人。行こう。ブロッコリー。ブロッコリーブロッコリーはいい。ブロッコリーはいい、後で。もうパスが打ってるから。現場何番待ってくれないんだ。8番。8。今ブロッコリー扱い。現場待ってくれない。ブロッコリー捨てで行こう。一応気をつけてね、薬とかで見えなかったかもだから。今から南人出るんですけど。マスターヘリで逃げるよ。今度バッサンにいる。これ屋上めっちゃ撃てないよ。ハモック。ヘリで逃げる。今さ、今この人かな。あなたに殺されました。うん、あ、ショットガン撃ちました。あ、そうしか、びっくりした。後ろから味方にやられたかと思って。あ、中の中にも警察官いる。あ、撃ちか。正面玄関入ったとこ。撃ちする。どんなやつですか、名前ちなみに。ティア5サスペンション。あ、違う、あの、それはあの車のパーツだから大丈夫。あ、大丈夫ですか、これ。あのメカニックにぶっこ抜いてもらった。いや、どうだろうな。ちょっと怪しいっすよね。車のパーツなんで。車のパーツメカニックですか、あなた。いや、緑やね、俺もう一回。おや。メカニック以外の人間が車のパーツを持っている。でも本当に中国だよね、これ。いや、違う、これいいよ、これ聞いても。アンブレラパンツ入ってる。これ1億。これピックよ。あ、僕が1億切っとくよ。まだいる。1億。裁判。ちょ、これちょっと本当に見ちゃう。これただの俺の車のパンツ。750万。うん。わあ。だよ、わあ。わあ。今上がって、風呂が。あ、了解。多分ピック入る。何だその動き。一回登ってみますか。ああ、脱ぐ機会も脱ぐなバカ脱ぐな。え、ねえ、680万じゃないの。はい、了解。あ、で警護灯を追加したら。でトラックとかが置いてあったから。なるほどね。裏端ごから行きますね。その辺はもうそこまで信じられたら、あの反則者もたくから、あの切り忘れてるよ。うるさい。違う。こいつ溜まってんな。行かれてんな。金額違うって溜まってるな。全然。大型連チャンすると体験の子もないがしろにいっちゃうよな。そうですよ、難しいですよ。これだけなんとかしないと。さっき騙してたから病院壊れたかな。ちゃんと見てあげてるんですね。ん？いや。ふう。全然見てないけど。指名手配いなかったよね、さっき。締めたい、いなかったです。ラス、締め手配けど、切った切ってない。いや、でも切ったことになった。あ、切ったことになったんだな、今。消しとくね、締め手配リストから。ユニオンと被らないようなないだろ、ああいうのでパシフィック。何やってんだ。もしもし。何今の。着信音やばくないですか。なんか、普通に誰か遠くで喋ってんのかと思った。ちょっとキモかったね。よくなんか、あんまそういうの言わない方がいいと思う。その、違う、着信音がじゃなくて、着信音の鳴らし方がちょっとね。そうだよね。耳を傾けないと聞こえない音量にしてるのがちょっとキモいよね。見てきたけどさ、はいはいはい、ユニオンの始まりそう。あったっすか。ユニオンもさすがにね。まずいな。まあでも、パシそろそろ終わりそうじゃないですか。もう高速入れないんだよね。なんだ、条件は。3分禁止ですかね。3分はい、3分です。3分もか。え？やばい、あと2分。あ、ごめんなさい。ほらなんかいらっしゃるけど。あんなギリギリのジャンプするんじゃない。あんま知らないから、ジャンプ台とかそういうの。体育座りしてなんかペインのこと待ってるんだ。無理かも。ガチ声。え、無理だ、それ。無理だ。まあ、これ分かればな。もう知らないと無理だから。知識を一つずつ蓄えていくしかない。こらー。何もしかして見かけた。見失ったと思ったら見つけた。何パシフィック誰が結婚出た。時間がない。いやー、見てない、まだ。こらー。
って言っていいですか。はいはいはい。それ、帰るんだ。来ました、目の前で。はい。ほら、こら、こら。え、この車、もろ。めっちゃもろかったな。マジでもろかった。なんか、一発目 の入るところで、まず、半分以上削れてたんですよ。もう、あれなんだ。一発のあったやつ。あ、ごめんなさい。ワンプレイで。やっぱ、もろいんだな、盗難車は。終わってます、あれ、何もしてない車回収になりたいですって、いや、普通にフルカスしてますよ。フルカスなんだ。アーマーもつけてってこと。フルカスでアーマーもつけて、あの弱さなんですよ。俺もう寝るよ。でも今から、何でしたの。今からだよ。今からだよ。今からだよ。頑張って、カナエ君、俺の分も。二人してさ、何そのマスク。あ、つけろって。じゃあ、ボイラーさんはその頭皮何なんですか。ボイラさん、俺はちゃんと言わない理由があって。何してんだよの一族。水の抵抗をなくして少しでも早く泳げるように。あとは犯罪者から髪の毛引っ張られたりね。なるほどね。それにモテないって言われるだろうが、俺には大切な彼女がいる。全くデメリットじゃない。ボブとボイラさんはマジ似合ってる。それこれだって誰でも似合うものじゃないでしょ。エクスペンタブルズってあだ名。やめてね。エクスペンダブルズのジェイソン・ステイサムかな。ジェイソン・ステイサムね。ナイフめっちゃ。あ、ユニオン来たよ。ユニオン来たよ。ユニオン来たよ。ユニオン。ねえ、ユニオン来たよ。ユニオンだ。ユニオン行かなきゃ。ユニオン。ユニオンだ。嬉しそうだな、かなり。車に帰るよ、これ。一瞬ヒナーノに聞こえたな、今の助けて。マジ一瞬ヒナーノに聞こえた、助けて。ビロンビロンの歌聞きたい。ビロンビロンの歌、うん、今ちょっと無理です。両手塞がってるから。ダメ。何知ってるんですか、ビロンビロンの歌。噂に。了解。噂に。相手の人数多分4、5人ね。そんぐらい。後で歌いますね。わかりました。行きます、聞きに。よし、金井君、パトカー出そう。はい。パトカー出してて、ブロッコリー。はい。9割以下のパトカー出してきて。マルン先輩が削れてるのすればいいですね。そう。わかりました。2人は見えなくなったら1ピンを。行かないと昇格できないか。ちょっと印象大事か。強制名称食らいましたっつって。な。はい。ボイラ先輩どっか行きました。え？わかんないです。押し付けて？はい。後輩に仕事を。じゃあ、用事思い出した。本当っすか？何の？用事思い出した。やっといてもらっていい？いや、ちょっと待ってください。何のですか？いや、ランクいくつ？ランクいくつ？ランク1。でしょ？うん。うん、思い出した。待って、ランクいくつですか？ランクいくつ？いや、1。1ですよね、1ですよね。じゃあ。え？何？じゃあ？やってますよ、ほら。ランク1の。え？ユンくん、ランクいくつ？ランク1です。ほら。やってるわ、ランク1。だから、あ、テンポゴート来たっすね。ここどこ？誰かが行かなきゃ。誰が行く俺行くっすよ、じゃあ。ダイスない？ダイスしようじゃあ、3人で行って。ダイスしましょう。ダイスだよ。1位だけ、ダイス1位で一番高いやつだけ抜けね。あー、OK です。OK？ 高いだけ？高い、数字の。せーの。一番高い。え？じゃあ、おやすみなさい。よー。